はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、実はですね、東京オートサロン2020ですね、1月の10日から12日、千葉のね、幕張メッセですよ。で、まあ、行われるということでね、まあ、オートサロンということでね、まあ、カスタマイズ感が結構多いと思うんですが、ホンダからもね、なんとね、モデュール X のね、フィットのプロトタイプが出るということでね、まあ、こんな感じなんですよ。ほら、かっこよくね、これ。いや、フィットね、スポーツタイプがね、今回出なかったですよね。まあ、フィットネス？ネスっていうタイプがね、一応、まあ、スポーツタイプだったんですけども、私がね、ちょっと思ってるようなね、ちょっともうちょっとね、ホットハッチなスポーツカーが、出たらなと思ってたんですけど、これ出そうですね。モデュール X。モデュール X って言いますとね、ホンダアクセスが、開発した、こういったね、まあ、空力をよく考えられた、エアロパーツとかね、足回りとか、まあ、いろんなパーツがあるんですよね。まあ、それを、まあ、ホンダの販売店で、買えるということですね。まあ、ついた状態で買えるというものなんですね。で、ドリキンこと、土屋圭一さんが、まあ、共同開発して、まあ、走り倒して、一応 AR の方を開発して、足回りもやってるということなんですけど、このフィットモデュール X も、まあ、土屋さんが、まあ、監修してるのかな、ちょっとその情報はね、書いてなかったんですけども、まあ、だいぶね、ホットハッチが出て、ちょっと安心だな、ということですね。まあ、これまだね、コンセプトモデルなんで、市販ではないんですが、おそらく、まあ、今年出るんじゃないですかね。このハイブリッドタイプにモデュール X が付くんですかね。まあ、両方出るかもしれないですね。ガソリンタイプと。まあでもこれパッと見ね、そんなにね、過激な感じしないですよね。やっぱりね、このベースとなるフィット4が、まあ、ちょっと大人しめのデザインなんで、まあ、それに合わせたような、まあ、ちょっとね、大人が乗ってもね、まあ、そんなに違和感のないような感じのデザインになってますね。で、これ天井がね、黒色なんですね。フィットのね、クロスターとかネスは、まあ、ツートンカラーで、ピラーのところから、色がね、変わってましたよね。でも今回のはね、なんか天井の部分だけね、ガラスから繋がって、まあ、天井の部分が黒いということでね、いや、これいいんじゃないですかね。こういうカラーリング。で、フロントマスクは本当にこれおとなしいですよね。もうちょっとね、こう、バッとこう、出っ歯みたいなね、感じの方がいいなと思ったんですけど、もしくはね、ちょっと下の方だけでもね、薄くカーボン引いてくれたらなと思うんですけどね。サイドガーニッシュの上のところにラインが入ってるのかな？特に、こう、車高を低く見せるような形ではないですね。で、このフロントグリル、ちょっとなんかメッキ使いのデザインが入ってますね。いや、ちょっとおとなしいな。もうちょっと。で、ミラーも黒か。で、これ後ろね。まあ後ろも、結構、まあ、純正のタイプに比べたら、まあ、下のね、バンパーの形がだいぶ変わってるんですけど、もっとね、やっぱちょっとおとなしいですよね。あそこにエアダクトっぽいのが見えるんですけど、あれ実際にね、空力考えられた空いたやつですかね。ダミーエアダクトっていうのもね、結構あるんでね。これダミーじゃなくて実際穴が開いてたらいいですけどね。で、このリアウィングは、これもそんなに大きくないかな。ひょっとしたら一緒かもしれないですね。色だけ変えてるかもしれないですね。で、ホンダのね、テールランプの間の、このグリルっていうんですかね。あのところも黒くなってますね。で、モデュール X の、まあ、ロゴサインが入ってるということか。まあ、ホイールはね、なんか黒く締められて、まあちょっと、社外品、まあこれもホンダアクセスのね、ホイールだと思うんですけど、まあよりシンプルになってますよね。まあでもモデュール X ね、結構私ね、試乗させてもらったんですけど、結構ガチガチなんですよね。今回のね、フィット、結構乗り味がね、柔らかくなってるかなと思うんですよね。勝手にまだ乗ってないんですけど、想像ですけど。まあそれに対して、このモデュール X はね、結構カッチリね、作ってくるかなと思います。東京オートサロンなんですけども、他にね、
フリードもね、出るらしいですね。フリードちょっと見てみましょう。これね、フリードのね、マイナーチェンジ後の、また新しいタイプの、モデル X ですね。前のタイプね、ありましたよね、モデル X。あれはあれでね、洗練してよかったなと思いました。でもね、やっぱ乗り味としてはね、やっぱスポーティーでね、やっぱ固めかなという感じでしたね。で、今度のフリードのは、これ2代目になるんですかね、モデル X のね。それが、結構まあ、この X っていうね、文字をね、フロントマスクは強調してますよね。なんとなくこう X に見えるような感じですよね。で、リアの方は、まあこれはちょっとおとなしめなんですかね。ただまあリアウィングがちょっと大きめの飛び出したようなものがついてますね。こんな感じになるんですね。まあ両方ともね、フィットと、フリードね、白黒が一応基本カラーみたいですね。ちなみにね、フリードの前のね、モデルの、モデル X の、これ貼っときます。一応ここ貼っときます。まあ、オートサロンでは、今度の新しい、シビック、1月ね、に出るタイプのシビックが出るのと、NSX の、まあ、新色が出るみたいですね。インディーイエローパール2っていうのが出るんですかね。S660 もね、1月に、マイナーモデルチェンジ予定ということですね。で、無限のフィット。あ、無限フィットも出るの？無限フィットのプロトタイプね。ああ、これもちょっと写真があれば見てみたいですよね。ちょっとググってみよう。出るか。無限新型フィット。ああ、出ません。これ、これ今現行のやつですね。はい、どうですかね。フィットのね、モデル X。まあちょっとおとなしめだったんですけど、まあね、こういったスポーツタイプが出て、まあ良かったなと思います。まだね、コンセプトなんで、まあ発売の発表はなってないんですが、おそらく出ると思います。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、2020年、東京オートサロンでね、フィットの、モデュロ X が出るよと、いうことでした。じゃあね、バイシュー。